俺間違いなくこのままだと川内広範先生じゃないって思う。どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、最近耳毛がやばいというテーマでお話ししていきたいと思います。はい、まあ、正直ね、オチとか別にないです。ただの、悩み告白的な、内容になっております。まあね、今もうタイトルというかね、まあ内容言っちゃいましたけども、残念ながらね、耳毛がやばいです。最近の悩みですね。もうね、耳毛やばいのよ俺。普通の人、まあこういうのってさ、難しいところでさ、すね毛とか腕毛っていうのはさ、大体人と比較できるじゃない。あー濃いなとか薄いなとかさ、こういうその内部の毛、インサイダーな毛はやっぱ比較できないじゃない。鼻毛とかもそうだけど、でまあ、鼻毛も多分そこそこある方なんだけど、そこまで気になるレベルじゃないんだけど、耳毛がね、最近本当に気になる。こんなに普通の人も出てくるもんなのっていうぐらい、その要はさ、耳かきした時にすっげーくっついてくんだよね。例えばまあまあ普通の耳かき棒みたいなやつでやったらちょっと毛だから分かりづらいんだけど、綿棒とかでやるとすげえ、そのまあもちろん産毛みたいなやつだよ、産毛みたいなやつがめちゃめちゃ、必ず1掘りしたら絶対に、3、4本産毛みたいなやつついてくるわけよ。でこれはちょっとまずいんじゃないかなっていうお悩みでございます。はい。でね、まあ昔ね、やっぱり耳毛といえばね、耳毛の大先輩はやっぱり川内広範先生ですよね。まあ多分、まあ俺の動画見てる人あんま若い人いねえから分かんねえと思う、分かると思うけど、昔ね、10年前ぐらいか、まあ森進一っていうね、有名な歌手がいるんですけど、その森進一がに作詞してたのかな、作詞としておふくろさんで曲を提供してたのが川内広範先生で、で森進一が勝手に歌詞変えて歌ったことで川内先生が激怒して、森には歌わせんっつって出てきたんだよね、テレビにね。で川内広範先生を多分知らない人の方が多くて、もちろん俺も知らないし顔も見たことなかったんだけど、その顔はバーン出て記者会見みたいな形でその森進一批判をしたんだけど、その時にやっぱ誰もが思ったのが耳毛がすごいっていうね。耳毛がやばい。ぜひね、川内広範って入れたら、間違いなく画像検索でもしてもらったら間違いなく出てくるんでね、川内広範先生実際見てもらいたいんだけど、耳毛がすごいんだけど、俺間違いなくこのままだと川内広範先生じゃないって思う。行く末はね、行く末は、いやそのぐらいさ、いや本当にどのぐらい抜けんの耳毛ってっていうのが今のちょっと俺のね、本当に悩みでございまして、抜けるっていうか、そんな抜ける普通の人、綿棒入れて耳ちょっと掃除して毛ついてくる、そう、そこが知りてんだよな。俺がやばいのか、本当にこれが普通なのか、いやでもわかんないな。耳もかゆい感じするしさ、だから本当に耳毛問題これやばいっす。なんでちょっとね、今日はそれを吐露するだけでの動画になってしまいました。だからどうしたとこはないです、で耳毛とか検索、やっぱ鼻毛とかはさ、鼻毛カッターとかなんか出てくるけど、耳毛って検索しても結局鼻毛カッターに回されるから、なんか耳毛ってどうなの、なんかちょっと情報が弱いとこなんだよね、こんなネット社会においてだ。ちょっと耳毛の情報欲しいなって。別に、まあ、もらったところでしゃあないって、どのぐらいちょっと俺が今言ってることが分かるっていう人はできればコメントいただきたいと、まあ、もちろん分からなくてもいいですよ、逆に。いやそんな耳毛抜けねえだろっていう、耳綿棒でくっついてこないわっていう人の意見もぜひ欲しいんでね、もしちょっとコメント欄で書いてくれるんであればぜひ書いてほしいなと思っております。はい、本当にね、行く
ですよ本当、川内公安先生になってしまうかどうかも、ちょっと俺本当に不安なんでね。まあでも対策もクソもないからな、結局カットするか抜くか、まあ、抜いたりとかしてるからね、一応なんかあのカッターみたいなやつないから、電動のやつだからもう抜いたりとかしてるけど大丈夫かちょっと不安なんでね。いや本当にできればね、もし何かいい耳毛対策対策知ってる方いればね、あの耳毛対策を俺に教えてほしいなと思っているところでございます。はい、というわけでね、最近耳毛に悩まされてるというお話でございました。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録していただけますと、このデビュー喜びますのでよろしくお願いいたします。それでは。